人でしたね。まあこれはちょっとうまくいきすぎですけど、ゲームセットですね。皆さんこんにちは、日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。先手、手元は2六歩、3四歩、2五歩、3三角、7六歩に3二銀、3三角成、同銀、8八銀と、そして、3二金。まあそうですね、角換わりの形なんですけれども、まあ飛車をね、4二飛車とか回れば角換わりの振り飛車将棋になるところでしたけどね、本局3二金と上がりまして、まあこれで、相居飛車のね、将棋となりました。3二金に対して、7七銀、6二銀、3八銀。そうですね、これで7四歩と突いた手がちょっとした工夫でして、まあ先手がもし7四歩に対して2七銀と、まあ、棒銀に来た場合には7五歩と、まあ、突く手が実はあるんですね。でこの手に対して同歩ですとね、6五角とここの歩のね両取りになりを狙う筋がありまして、まあこれね、こういう数な将棋も実はプロの実戦で部分的にあったりするんですけど、まあ先手としては結構ね、まあ陣形バラバラになりますんでね、もちろん7五歩に取らないでさせてもらうんですけど、それもまた銀がふわふわになってしまうので、まあ実戦はね、のようにこの7八金と上がっておけばね、まあ2七銀とこれ次に出ればね、この歩は浮いてないんでね、まあ7四歩というのは一応こう、まあ7八金と上がってくださいというようなね手ですね。まあ実際7八金と上がりまして、で、6四歩と、まあ棒銀もあったと思うんですけどね、相手のことももしかしたら7四歩を見てね、指し方を変えたのかもしれませんが、3六歩とね、まあ、これは早繰り銀含みの手で、私は6三銀1六歩とつきまして、7三桂とね取りました。そこで4六歩とね、そうですね、まあ最初は棒銀模様で、この局面で3七銀と上がると、まあ早繰り銀と呼ばれる使い方ですよねになるんですけど、まあ、結局4六歩とここの歩を突いたんでね、腰掛け銀の将棋に、ね、なりました。この辺りはね、後手の方はまあ一応後手はもう腰掛け銀型っていうかね、6三銀型なんですけれども、まあ先手の銀がね、早繰り銀なのか棒銀なのか腰掛け銀なのかっていうのはとっても大きなポイントなので、まあ、その辺りをまずね注意しながら指すのが後手番としてはね大事なとこですね。まあ4六歩を突くとほとんど、腰掛け銀の将棋の方向に進んでいきます。で4六歩に私は1四歩と、で、3七桂。まあ、ただね、一個気をつけないといけないのが、まあ、ここで、まあ、先手の番ですと、もしかしたら4五桂とね、飛んで勝負してくる手があるんですね。速攻仕掛けてくる手がね。例えば銀を引くと、2四歩同歩同飛車といったね。まあ、先手の方も簡単ではないですけれども、これでもね、低い陣形でバンバン攻めてくる手があるので、まあ、実戦は、4二玉と。上がりました。まあこの手はちょっと備えた手でね、4五桂と飛んできても5三の地点に王様を守ってるとね対応しやすい、まあ簡単に言えば桂に銀を引くような手があるということですよね。先ほどは銀を引くと5三に蹴られちゃうんですけどね。ということで、先手もまあ4二玉と備えられたのでね、6八玉、5二金に、まあ、4七銀と上がって、まあこれで腰掛け銀がね確定になりましたね。先手のね、はい、で8一飛車、2桂飛車と、で、9四歩、9六歩。さあ、まあこれでね、5四銀と出るとね、一応こう7二角と打たれるような傷もあるのでね、まあ注意が必要ですね。で私の方はね、まあここいろんな指し方あるんですけれども、ここからね待機策ですね、6二金と、まあ筋さっき言ったら5二に上がったばっかりなんですけれども、まあ後手番ですのでね、まあ先手から動いてこなければまあずっと待機してね、場合によっては千日手でも構いませんと。ね、先手番はやっぱり先手の人はね、先手番なのでやっぱ打開したいのでね、まあ先にして自殺の駒組ですね、6二金と、で、先手は6八金、4八金で5二玉とね、まあ、ご覧いただいたように全然ね金と玉が一応ずれただけなので、まあ後手としてね駒組が進んでるというわけではないんですが、隙を作らずにね、先手の攻めを待つという方針ですね。で先手の方は、5二玉に対して 6六歩で、8四歩に、まあ、5六銀とね、まあ、先手もじっくりやってると千日手になっちゃうんでね、こう少し攻め味を見せてきます。で5六銀に対して5四歩と、まあ、この歩を突かない手もあるとこですね、まあ、5四銀と出る手もあるとこですね。ただ銀が出ますとね、どうしても銀がぶつかりやすくなるのと、まあ、桂の頭に傷ができるというのがまあ一つあるんでね、まあ、ただ5四銀もあったと思います。実戦は5四歩で、まあ、こう突くと本当に待機ですよね。もう歩がずらーっと並びますんでね、一回は待機とする形です。で5四歩に対して先手7九玉、
で8五歩、まあこの歩も伸ばさないで桂跳ねを残す手もあるところなんですけど伸ばしました。で8八玉と、さあ、後手が待機してね、まあこれさらにね4二玉とか、もう行ったり来たりしてこう待つような指し方もあるんですけどね、この私は4四銀と、銀が動きてね出てきます。で、4五歩と先手がついて5三銀、まあ銀をぶつけるのもねありますけど、まあぶつけてもありますけどね、これですと一度言いますと同銀同歩にまあ2四歩というような将棋でしょうか。まあこれもあったところだと思います。まあ5五銀に対してね銀を引いて殺しに来るような手には6五歩で、これをこうするんであればね後手が十分なんですけどね、ただ同銀と取られた後が難しいところです。まあ実際は5三銀と引いて、それで、ね、相手の方が2四歩と不動したと動いてきましたね。そうですね。さあまあここからね戦いが起こっていくわけなんですけれども、まあ2三歩と打てばねまあ穏やかなんですけどね、まあ例えば2九飛車と引いて、まあこれで後手がね次どうするかっていうのは、まあ結構指し手が困るところですよね。また7二金と寄るとかねまあなんかこうジリジリとした将棋になるんですけれどもね、まあ実戦はこの2四の飛車を狙ってね、動いていきます。8六とつきまして、同歩に6五歩とねつきましてね、同歩に7五歩と、まあ歩をボンボンついていってね、ここに飛車がいますから、まあこれ同歩と取ってくれれば、まあ一番簡単ですね。7六と打って、同銀ですとね、まあこれはちょっとうまくいきすぎですけど、ゲームセットですね。で、7六に対して、銀を上に上がってもね、これもほぼゲームセットですね。角打ってね、銀取られちゃうんでね。なので7五歩は先手は取れません。で、まあどう対応されるかなというとこなんですが、実際はね、6六角と打ちましたね。まあいろんな対処法あると思います。例えば、狙われてる駒を、まあ自陣にバックしておくような手もね、ありますね。まあこれだとどうですかね。例えば、まあ5五歩とついて、同銀に桂馬を飛んでバンバン攻めるのか、あるいは、自陣に3三角などと打ってね、やはりこう、コビを狙っていくのか。まあ際どいと思いますね。これ、後手調子良さそうですけど、例えばこう、取り込んだ後に、飛車が前にね、突っ込んでいっちゃうと、こう、この桂馬が取られちゃうんでね、そんなに後手も簡単じゃないんですよね。まあ2九飛車という手もあったと思います。実戦は6六角とね、まあこれももう非常に筋のいい受け方ですよね。相手に筋打たれる前に先着したと。まあそうですね、ここでまあ3三角と打って同角ない同桂みたいな手もあったと思うんですけどね、本譜は一番激しく、まあどうでしたかね、3三角と打った方が良かったかもしれないです。実戦は7六歩と取って同銀に5九角とね、まあこれはもうまあちょっと言葉悪いですけど殴り合いのようなね強者を取る手があるんですけど、まあ金取りとね、こっちの歩取りが結構きついんですよね。まあなんか4七金とか桂馬を助けて受けるとこう角ここになった時にね、これ結構飛車が効いてますんで、8七金ですと銀取られちゃいますしね、これはもうあっという間に後手の勝ちですね。で8七銀と銀を引いても同馬同金で、まあ、8六という感じで、これはね後手が押し切っちゃうでしょうね。なので、まあ、実戦は5九角に、まあ、先手も勢い1九角の1一角ないとね強者を取って、まあ、非常に激しい勝負ですね。まあ、今度ね8六角ないですと8七にね今取った強者をこう打たれちゃうとね、これ結構攻めが銀を取って飛車取られちゃうんで、まあ、後手はねまあ、金を取ったと。さあどうですかね、ここはね2一飛車ないといっちゃう手もあったと思うんですね。2一飛車ないとねこう勝負しちゃう手もね、同飛車なら同馬で金取りとね、まあ、こっち先手の王様はどれぐらい持つかですけどね、これもあったと思います。実戦は4四歩とね、これもやってみたい手ですよね。で同歩とかね同銀ですとそこで飛び込んでた時にね少しこう後手の形が悪くなるんですけど、私はここで2三歩と頑張りました。まあ2一飛車なりを防いでね、まあ押し戻してしまえばね5七馬や3七馬があるのでね、先手としてももう止まれないですね。4三歩成と、まあ本当非常に激しい勝負です。で同玉に4四歩と、そうですね、やっぱり一応直接ね、私も王様を攻められてますんで、この辺りは先手もねいけそうな感じもありますよね。さすがに同銀はねまあ、同馬とか 4六香とかありますから、まあ、玉を引いたんですが、そこでね4五桂が、まあ、激しい攻めでしたね。まあ飛車をどっちも入れたんですけど、どっちによってもね結局歩をこうベタベタって打たれるとぴったり歩が当たれるんでね、
結構先手の攻めもね難しいとこなんですけれども、実戦は、まあ、飛車を見捨ててね4五桂はすごい勝負手でしたね。まあ、これでねちょっと銀は引きにくい、先手もでもね2四歩と勝負で取るんですが、5三桂成となりまして、同金に4三銀とさあ切り込みましてね、まあ非常に難しい終盤ですね。まあ同金と取って同歩成同金と、まあどうですかね、まあ先手の形もしっかりしてますけどね、ここで、4三歩成同金に、4四歩と打ってね、ここでね、金を引いたのが一つ形のポイントでして、まあ寄るとねなんかこう馬の筋に入っちゃうんでね、金を引きまして、まあ仮にこれ4三金でしたらもう王様引いてね、この金を取らせてこの瞬間がぬるいので攻めようということですね。で相手の方も4三金と打たずに、まあ、6四香と打ったと。まあかなり後手が攻められてるんですけどね、ここはどうですかね、少し先手の攻めがね細いかなっていう感じもあるんでね、まあ実戦はね5七馬ってやったんですけれども、まあ6九銀とか、まあこういううちの方が良かったかもしれないですね。まあやらない方がいい手はこう6六桂ですね、これやりたいんですけど、こうやると歩を成られてね、こう馬でこう打ったけどこれ馬来ちゃうんでね、それはまずいのでそれだけは打たない方がいい。今6九銀の方がまたこの後難しいです。5七馬はね、まあ、馬を使ってこう取るんで自然なんですけれどもね、まあ実戦4三6三香成、同玉、まあすごい難しいですね。で6四銀と打ちまして、まあこちらに王様引きますとね7四歩と打たれて、これはどうですかね、次に7三歩成かの詰みで飛車走っててね、これいっぱい駒持ってるんで詰めばいいんですけど、ちょっと詰ますのがね難しいかもしれないですね。実戦は5二玉とこちらに引きました。で4三金と打ち込んで、まあ5三歩もあったんでこの辺り比較難しいんですけどね、実際は5三4三金と打って、で6一玉と、まあ、これも取っていく手とね難しいんですけどね、取っていくとあと同じ玉とどっちがいいか、ただ6一玉と引いてね4二金が、これがね金ボロリと取られるんですけれども、まあ後手の王様がね5二金打ち取っても逃げればいいので詰めろじゃないんでね、まあ、ここは一手後手が余してるやはり感じですかね。で4二金に対してね実戦は、6六桂と、まあ、打ったんですね。はい、まあ、そうですね、こう打ってここの局面はね今度はもう歩出しでね馬を利かす手がないのでね、実、まあ、次金を取って同玉で5八飛車6八飛車と打っていけば詰みなのでね、ここはね後手の勝ちになってると思います、まあ、実際は6七銀とね引いて頑張ったんですが7八桂成と、まあ、取りまして同銀と、まあ、そうですね、ここがまあ一番まあ後手としてはまあ一番こう勝ちがはっきりしてそうなところで、まあ実際はね飛車走ったんですけど、ちょっと飛車走りが危なかったかもしれないですね。まあ例えば何ですかね、6八金7九金とかね、まあやはり取って飛車打つ筋を狙って、まあ桂馬1枚増えてもね5三桂に王様寄ればね詰まない形なので、まあこういった手の方が良かったと思いますね。まあ実際はこう飛車を走ってね、まあ、決めに行ったんですけど、やっぱ飛車が出てくとね、まあ、飛車を取られると危なくなるんで、まあ、実際8七銀と打ってね、まあ、これでも後手の勝ち筋なんですけれども、ちょっと危ない決め方になったかもしれません。で8五桂と、まあ、ただ8五桂がね非常に気持ちのいい手で、8六金なら7九銀と打つと、まあ、ぴったり詰みなんですね、桂馬が効いてるんでね。ということで8五桂に7九歩とね、まあ、ただ間が非常にしぶといというかね、腰が重いですよね、7九歩と、ね、金を打たれないように。さあこの次の手ね、ちょっとどうでしたかね、まあここもまあいろいろありますけどね、こう5九飛車ぐらいでも後手の勝ちでしたがね、まあ打っておいて、まあ飛車を取ればやはり飛車になっていけばいいし、まあちょっとね受けもまあそうですね、ちょっと厳しかったと思いますね。まああとはまあ普通に6八銀みたいな手もありますよね、6八銀と1手には1手で飛車を取ればやはり銀ならずで、うん、まあここはいろいろありまして、ちょっとね実戦は6六馬と引いたんですけど、この手ちょっと危険でしたね。6六馬で引いたんですけど7七桂と打たれて、まあ意外と駒がごちゃごちゃっとしてね、ちょっと危ない寄せになりましたね。まあ実戦7六馬と、まあこれ銀がねボロッと取れる手にね私としては期待したんですけれども、まあ、ちょっと飛車を取るという形があるんでね危なくなりましたね。実際とまた7 5二金とすごい勝負手ですね。5二金同玉4三歩成と、これどう何をやってるかというと馬をね自陣に利かすということですよね。
で私は4一玉と引いて、そこで8五桂とね、さあ取ってね、まあこれも同飛車の方が良かったですかね。まあ実戦は8七飛車成で、8七飛車成でね、積みありと言ったんですけどね。はい、さあいよいよクライマックスですね。で同銀に、まあこんなに持ってますからね、積みそうなんですけどね。実戦は6八飛車とさあ打ちましてね、これがいい筋で、こう取って6七飛車成が狙いなんですね。実戦も6七8飛車と打ったんですが、8七馬と取りまして、同玉にこの時にね6七飛車成が狙いの一手で、まあ実戦はね6七飛車成に、7七桂と飛んだんですがね、7六金と打って王様を引いて、8七金打ちと打って、8九玉に、9、7八竜とやってね、まあ、この辺り残り数秒だったんですけれども、で同歩で、まあ、8八金でね、まあ、最後はこう詰みに打ち取ったんですが、実は今の手順でね形を戻すんですが、こう飛車になった時ですよね。桂馬飛んだんですけどね、8六玉と上がるとね、まあ、まだ難しかったというかね、際どかったと思いますね。まあ、実戦はこう合駒して出たんで、まあ、比較簡単な詰みなんですけど、王様上がるとここに馬がいますのでね、結構上に開けてるので、まあ、これだったらどうだった、例えば平凡にこう金打ってってもね、結構上に上がって、まあ、飛車も取れるんですけれども、際どかったと思います。まあ、一例を挙げますとね、7八金と打って同飛車に、まあ、8七金と打って王様上がって飛車を取って、まあ、飛車を取ってですね、で8六金打ちと打って、で今度上がるとね、飛車を打つとこっちに行く形はね、これはふーってちょっとね駒多くて手数長くても恐縮なんですけど、詰みそうなんですよね。で この場合は王様を、まあ、こちら側に逃げる、まあ、ここによると飛車で詰みそうなんで、こっちに行くような感じで、さあこれで詰むかどうか、まあ飛車を打てば、まあ、捕まってそうな感じもありますけどね。ただね、何せ残り3秒5秒の世界だったんでね、まあ、こちら側でね、飛車を王様がってればまだね難しかったところあったかと思います。まあ、実際すいません、戻りまして飛車成に対してね、桂馬を飛んだので7六金と打って、まあこれはね結構ベタベタと打ってね、最後は8八金打ちと打ってね、まあ、最後は本当残り1秒でしたけど、ギリギリねぴったり詰みで投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋を説明しましただけの解説編をお届けいたしました。まあ、ご覧いただいた通り非常に最後まで難しい勝負で、まあギリギリでしたね。最後の最後まで、まあ、形勢が揺れ動いた部分もあったと思うんですけれども、まあ、中盤で、まあ、序中盤の指し方はね、後手番ならではの、まあ、ちょっと待機策からね、まあ、相手の動きに合わせた反撃、まあ、難しいところだったんですけど、ね、そういったあたりがね、まあ、繰り返し見ていただいてね、皆さんも対局の参考になればなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。